眠りってのは死に近い概念だと言われてる。自分が今本当に起きてるかもわからない。すでに死んでる可能性だってあるだろう。深く考えちゃダメよ、B。忘れるの。ほら、薬を持ってきたから。オメガブロッカーよ。定期的に飲めば急激な変化を抑えてくれる。頭の中のお客さんも多少おとなしくなるはずよ。あとこっちは私から。疑似エンドトライジン、ブロッカーとは逆に進行を加速させる薬。あいつを刺激して俺をさっさと殺させる薬ってことか。よく聞いて。今は大丈夫でもこの先には耐えられないほどの苦痛が待ってるかもしれない。私はあなたに選択肢を用意してあげてるの。脳を騙せばいい。普通の鎮痛剤で十分だろ。これは魂の死なのよ。徐々に己が失われていくの。ある時点を超えたら自分自身を認識できなくなる。恐ろしくて苦しいはずよ。でもそれに耐えなくたっていい。わざわざ薬なんか飲まなくても銃を加えて引き金を引けば済む。そしたらあなたは魂を二つ消すことになる。それでもいいの？横にならせてくれ。そうだ、もう一つ渡すものがあった。ビクターがあなたの頭から取り出したの、お守りにって。じゃあ無理してでも眠るのよ。ミスティ、待て。ジャッキーのことだが。何？ジャックはよくあんたの話をしてた。あの仕事に行く前、彼と喧嘩しちゃったの。あいつは怒ってなかった。気にしちゃダメだ。分かってる。ただ最後にもっと違う過ごし方ができてたらって。今はゆっくり休んで少しでも寝るのよね。ちょっとね、途中友達とやってたからね、話が結構進んだと思う。俺はこっから出たいんだ、わかるか？邪魔する奴は誰だろうと殺す。お前も例外じゃない。タバコが吸いたくてたまらねえ。持ってるか？吸わない。なら買ってこいよ。一本だけでいいんだ。一体何様だ？クソ、点で使えねえジョイトイだな。俺の前から消えろ。ずっと見てくれよ。雇い主は誰だ？言え。嘘だろ。嘘だろ。
このいてやるよ。やめろ、待て。消えな、クソ野郎。それじゃダメだ。口に銃を突っ込んで引き金を引け。感じるぞ、互いの意識が触れ合って。俺は果物に生えたカビかよ。少しずつ侵食してる。止めることはできねえ。聞いてんのか、クソ。気持ち悪い。これは記憶痕跡のコピーに過ぎない。本当の俺はきっとどこかに。ああ、それとも。クソ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 、何なんだ。出てけ、俺の頭から出てけ。頭をぶち抜け。そうするしかない。聞いてんのか、脳みそに弾をぶち込むんだよ。キアヌなぁ、かっこいいよなぁ。えい、やっぱ。ちょっと待って。弾薬補充するに、イベントを開いて飛行機に、食べ物を探すに、メールを確認するに。なるほど。インベントリ。うわ、服着てね。服着てね。2位はおかしいやろ。いいじゃん。帽子がさ、まあいいか。わあ、だっせー。ちょっとね武器を変えたい。ピストルだ。すげえすげえ。ピストルだすげえじゃなくて。
ガンじゃなくて下をこのハンドガン特攻もしかして嘘でしょ。あ、あったか、これか。どうすっかな。まあこれでいいか。けどこっちでエテムシンガーの方がいいかな。多分これにあれつけてるね。サイト外してどっちかについてなかったっけ。ついてあ、これこれこれ。これついてたはずだけど。あったあったあった。これ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 。え、ついてない。まあいいか。とりあえずライトに戻しましょうと。スコープ。これでいいや。でした。こう慎重に調べてたけどメールさ見てると思うんだけど、データベース、重要人物、違う、移動、
わ。はいよ。五郎竹村だ。話がある。トムズダイナーに来い。なぜあんたと話さなきゃいけないんだ。俺がお前の命を救ってやったからだ。あまりにいろんなことが起きて、未だに頭の整理がつかない。時間がかかるのは当然だろう。だからなんだ、生きるつもりがあるならもう一度リングに上がるしかない。ゴングはすでに鳴っている。トムズダイナーに来い。待ってるぞ。だってキアヌだぜ。キアヌといろいろあれせよ。ほらなんかまた来た、なんか来た、ほらまた。なるほどね。こういう、あ、一発使い使わなくていいことを使ったな。どこどこだ。
かねえし。今日、ルシアス・ライン市長が死去し、ライブシティは悲しみに包まれました。遺体を発見したボイズの証言によると、囚人中だろう。まあ、弾ねえ。今気づいたけど、弾ねえ。アサートにしよう。やば。そしてこれ、一回家に帰った方がいいんじゃね？こっちに変えよう。で、このパーツがあるぞ。え、死因は公表されていませんが、冠動脈インプラントの不具合が少なかな。あんなに決まったのに。ジョニー、今の見たか？一体どういうことだ？何がだよ。あのデラマンが走り去るなんて。事故はともかく、あれだけ真面目な運転手が、信じられない。
すか。何を分解して何をあれしようかなって感じ。まず強化オフィスシューズか。そんぐらいじゃない？両陣営ともこれ以上の紛争の激化は避けたいとの意向を示してはいる。以上ワールドレポートのコーナーでした。それではまたお会いしましょう。いた。座れ。
思ったより元気そうだ。あの時はとても助かるとは思わなかったが。なぜ俺を助けたんだ。死んでもらっては困るからだ。で、話ってなんだ。生体チップの件か。ああ、チップは修復できないほど損傷したと聞いている。かといって外そうとすればお前は死ぬ。ビクのおしゃべり野郎め。彼がいなければお前はここにいない。感謝するんだな。それで何の用だ。まずはじめにエブリン・パーカー、彼女の居場所を教えてくれ。エブリン、なんでだよ。彼女と頼信は親密な関係だった。きっと奴にたどり着く方法を知っているはずだ。俺も彼女に用があったところだ。チップの摘出を手伝ってもらう約束でね。そいつは無理だろうな。彼女はすでに遠くへ行ってしまったらしい。なぜ彼女が遠くへ行ったと。手は尽くしたが居場所が一向につかめない。痕跡を消して町を出た可能性がある。パーカーにチップの摘出を手伝ってもらうと言っていたが、彼女は企業とつながっているのか。それはないと思う。その根拠は何だ。コーポが朝にどれだけ香水をつけようが、昼頃には欺瞞の悪臭が漂い出す。だがエブリンからは固い決意の香りしかしなかった。俺も欺瞞の悪臭とやらを放ってるのか。いや、あんたのはただの悪臭だ。ほう。どうやら力にはなれないみたいだ。時間もないし、俺はこれで。待て、まだ用がある。頼信は父親殺しの罪を償わなければならない。正義のためか、このナイトシティで。復讐のためだ。この町にもふさわしい動機だろう。頼信の失脚を望む人間は社内にもいる。あと必要なのは証拠だけだ。ただの傭兵の言葉が証拠になるのか。今はそれしかない。他に頼れる知り合いもいない上、自分は逃亡者として追われる身だ。じゃあなんだ、荒坂タワーに乗り込んで頼信が三郎を、実の父親を殺しましたって宣言しろってことか。安全な場で分別ある人々を前に語る機会を作る。それが真実だと証明するにはある手段を用いる必要があるが。嘘発見器ならお断りだ。ではこれでどうだ。お前は死に向かっている。そして助かる方法を知らない。元凶は例の生体チップ、レリックだ。荒坂が開発し、荒坂のみが知る技術。つまり荒坂はお前を消すのも救うのも意のままというわけだ。死にたくなければ叱るべき人間を味方にしなければならない。例えばアンダース・ヘルマンとか。一体どこでその名を。チップ強奪の際に調べたからだ。ヘルマンはレリックを設計した人物だ。奴はただの駒に過ぎない。俺が言ってるのはもっと上の人間だ。そもそもアンダース・ヘルマンは荒坂を裏切り逃亡したからだ。坂か。おい、勝手に帰るな。うるせえ。コーポのメス豚なんかあんた以外誰も興味ねえんだよ。なんだと貴様、文句あんのか。竹村、寄せって。連れの方はまともらしいな。目立つ行動は控えるんだな。
すまない、つい反射的に。申し出はありがたいが、少し考えさせてくれ。また連絡する。これは俺の提案はお前にとっても決して悪い話ではないはずだ。一つだけ頼みがある。絶対にこのナイトシティを離れないでくれ。どうして俺が街を出る？助けてくれる相手を探すならここにいるしかない。荒坂の専門家を頼るのが一番だ。それ以上の救い手が見つかると思うか？さっきも言った通り当てはある。どうにかしてエブリンの居場所をつかめるかもしれない。あの女がこの事態を招いたのだろ。役に立つとは思えんが。盗人にも仁義ありって聞いたことないか？常々皮肉な言い回しだと思っていた。この世に仁義は存在しても盗人にそんなものはない。頼信荒坂にも同じことを言えるのか？パーカーがお前を助けることはない。悪いことは言わん。別のつてを探した方がいい。どうにかしてエブリンの居場所をつかめるかもしれない。あの女がこの事態を招いたのだろ。役に立つとは思えんが。盗人にも仁義ありって聞いたことないか？常々皮肉な言い回しだと。頼信荒坂にも同じことを言えるのか？パーカーがお前を助けることはない。悪いことは言わん。別のつてを探した方がいい。じゃあリリック？アンダース・ヘルマン、レリックの発明者ならチップを取り出せるはずだ。もう一度荒坂と喧嘩してでも必ず尻尾を掴んでやる。ヘルマンは荒坂から逃亡した。ある日忽然と姿を消してしまったんだ。俺自身何日もかけて街を捜索したが徒労に終わった。逃亡ってどこへだ？他の企業に引き抜かれたとか？俺の知る限り奴の単独行動だ。周到に計画を立てたんだろう。足跡をたどることすらできなかった。行方に心当たりが？全くない。なぜヘルマンを探してたんだ？ヘルマンは頼信の企みについて三郎様に警告していた。重要な証人になるかもしれない。ネズミは尻尾をつかまれるとよく喋る。数日間にわたって情報を集めた結果、とある場所が繰り返し出てきた。アフターライフというクラブだ。直接行ってみたが門前払いを食らった。ローグという名の女フィクサーにな。企業の人間と思われたか？サブロー様の殺害犯だと思われたよ。ローグはこの町の情勢に精通してる。ヘルマンについて尋ねてみる価値はあるかもしれない。検討を祈る。気難しくて金に汚い無礼な女だ。これ以上の長居は危険だ。パーカーでもヘルマンでも好きに探せばいい。俺は何人か友人を頼ることにする。荒坂内部の仲間と話がついたらこちらからまた連絡する。じゃあまたな。万一ヘルマンを見つけた時は俺にも知らせてくれ。まだ彼に聞きたいことがいくつかある。おいおい、ザッパー餃子か。ったくナイトシティの食文化には進歩がねえな。荒坂は絶対的権力を持って君臨。世界は破滅への道をまっしぐら。結局何も変わっちゃいねえ。だがローグが生きていたとはな。何なんだお前は。俺を殺そうとしたくせに今度は友達気取りか。まるで何もなかったみたいに。俺と話すのに声を張り上げる必要はないだろう。何がしたいんだ？しばらく考えて気が変わった。今はお前を殺そうと思っちゃいない。あら、じゃあさっさと消えろ。あのな、こっちも大変だったんだぞ。お前はゴミ捨て場で目覚め、俺はお前の頭の中で目覚めた。お前の思考や記憶と格闘しながらな。
それにこの間の後冷静になって考えたんだが、俺たちは互いに助け合えるはずだ。まずはローグに会いに行こう。あいつとは昔馴染みみてえなもんだ。過去の亡霊が何言ってんの。当時のお友達はみんな死んでるか、ボケてお前のことなんか忘れてるに決まってる。俺は伝説になった。忘れることなんかできねえよ。そもそもお前がローグの知り合いだからなんだ。会いに行って俺の脳腫瘍が挨拶したがってますとでも言うのか。心配すんな。ローグはもっと馬鹿げた話を散々聞いてきてる。お前がまだ父ちゃんの玉の中にいた時からな。知ってるよ。お前の記憶を見た。気持ち悪い。とにかくローグのことは俺に任せておけ。お前はアフターライフへ向かいな、相棒。誰が相棒だ。もういねえし。